ビーキーイエーイイエーイシムシムあそいき見てるのも素人だし出てるのも素人だからそこら辺わきまえろわきまえますよそのエンターテインメント出せます感出すな普通に行こう普通にナチュラルよっしゃじゃあ親に電話しようかはいそうですねじゃあマイクください誰かですか俺から行くよマジっすか親に電話してこ電話スタイルでいきましょうかね。マジか。電話してこう。切るかな。音楽止めてもらっていいですか。起こすか。起こしましょうか。出ない可能性の方が高いんじゃない。この間ちょうどこのデータをね、飲み屋で使ったんで。3コールいきましたよ。実家。直電。ガチの直前の方ですかそれめっちゃ緊張すんのよかけ直をどうしようか出ない時もかけ直してくる可能性あるでしょそうね可愛いさお腹痛んで産んだ子供なわけだタクシー乗りの方ははいはい次何準備しないお母さんお母さん見てるよねビデオレターじゃないから本気でいけ入ってない本気でいけ本気でいけ入ってなかったどうしよう入ってなかったってお安子もあ、そしたら、あれ、24時間対応できる、してくれる、なんか、フリーダイヤル。あ、そう。フリーダイヤル。だから、中の見積もり頼む。そうっすね。逆に、俺、親に電話できるよってやつね。いや、別にもう準備はできてますけど。できてる。母ってね、登録がね。ママさん。ルルママママさん、出なそうお願いします。じゃあ書き込んで、何喋ってほしいか誰それママもうちょっとね、奥へマコママそれはいあ、見てるあ、マコママだママさんって書いてあるおもしもしあ、そう、せめて座れせめて座れもし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 はい、うん、起きてるようんもしもし、はい。パパじゃねえの。まあ、寝てた。うん。寝てたんだ。12月帰ってくる？あまあ。12月は帰ってくる？タイムリー、タイムリーだな。うん。今何？今休み？今日は。そうだね。休み。休みだね。休み。今だ。あそう。一応確認しとく。うん。仕事は何してんの今？何いやあ、そう。うん。うん。まあ、バイト的なもの、やっぱり。これは、そう。お部屋は変わったの？お部屋アパート変わったの？うん。あ、どこに変わったの？餃子村どの辺っていうか。ああ、そう。来月行こうかなと思ってたんだけどさ。1万8000円かかるよ。12月の20何日あたりさ、火曜日か、うん、最後の。火曜日行くよ、火曜日。
うん、うん、じゃあ行くときにまた電話するよ、メールでも。うんうんうん、はーい、はい、はい、じゃあね、はい、はい、いいね、本当に肉親の指名増えたじゃん、肉親の声が聞けてね、すげえな、ここらは来たい、父親と来たらダブル指名だからね、すげえじゃん、俺行く、じゃあ、息があれな、息があれ、ガラケーだからさ、ガラケーだからさ、出ると思わない、ひらがた端子ない、お母さん最悪、俺の電話で俺とお母さんと喋ってね、最悪、最悪、最悪のパターン、行きます、あんま暴言とかやめよう、大事にしよう、両親はね、お母さんは大丈夫でしょ、はい、じゃあ母です、母です、じゃあ乾杯、乾杯しよう、はい、あ、そうですね、はい、いただきます、はい、いただきます、はい、出る、出る確率がね、低いから、確かに、時間も時間っすか、いや、多分出ます、本当に出してこ、もうお前、俺は、お前信じて、俺も信じてる、お前のお母さん、もしもし、はい、おはよう、おはよう、ごめんね、こんな時間に、大丈夫だよ、どうした？え、いや、しゅんたは寝てる？しゅんたね、あれまでまた名古屋行って、名古屋って服が。やっちゃったよな。行っちゃったね。悪さしてる。悪さしてるな、それは。それ悪さしてるな。何？悪さしてるね、それは、しゅんたも。そう、だから、帰ってきてないの、たまーに帰ってくる。なるほど。ごめんね、なかなか帰れんくて。そうだよ、帰ってくる？いや、そうね、なんだろう、俺今さ、名前の話してて、名前、おか、うん、で、ね、お母さん聞こうと思ったんだけど、うん、なんかある、俺の由来、改めてだけど、こんな時間ごめんね、あ、あれか、生まれ、名前をつけた由来か、そう、それをちょっとなんで小学生の時の作文みたいな、そうね、うん、そうね、ちょっと教えてほしいな、うん、なんかある、ごめんね、変な、ねえ、ね、思い出して、いや特に由来思い出せない、特に由来はないんだけど、ね、なあね、笑われちゃったよ、笑われちゃった、違う違う、笑われちゃった、まあ、りょうた、みんな笑ってた、りょうたっていう名前が、そうね、うん、あの本当は最初はりょうっていう名前が良くて、りょうね、そう、まあ、いっぱいだよね、そう、それでお父さんと二人でずっと字をね、漢字をずっと考えてたんだけど、うん、うん、で、画数とかを考えてて、はいはいはい、最後で、上が小林だから、うんね、小林とあの、ね、上が、うん、そう、三角だと、下が一角、うん、あの一文字だとダメだから、そ う, ね、うん、あの、語呂的な、そう、あの、画数でね、でそこで、ね、それ、量じゃダメっていうことになって、そこにもう一文字を何かつけようっていうので、りょうたになった。あ, ありがとう。ルルはどうだろう。ルルは何？いや、何もない。ルルは何？何もないね。うん、ルルだから、あの、でも一生懸命、由来はないけど、一生懸命考えた名前だからね。はい、ありがとう。うん、ごめんね、ちょっと笑ったやつらぶん殴っとくから。はい、笑ったやつらぶん殴っとくから。ごめんね、この時間。はい、うん、うん、じゃあね、また、じゃあ、うん、そうだね、はいはい、うん、はい、おやすみ、たけしにもよろしく、はい、はい、バイバイ、こんな感じです、はい、よいしょ、めっちゃいいお母さんだったね、ええ、すげえいいお母さんだから、そうなんですよね、ここはほっこりするよ、そうなんですよね、で、長男でしょ、はい、だからまあ、他の始まりみたいなね、なんですよね、たけしは、たけしは父親です、ちなみに、たけし、たけしは父親です、両太と、なんだっけ、たけし、しゅんた、両太、しゅんた、でもゆうたです、ゆうた、はい、太一なのね、俺から始まりの、はい、小林、正月帰れだって、太一族、太一族、正月帰れだってね、もう、
間もなくだからね、はい、間もなく、まあ、確かにあと1ヶ月もしたら、ね、お互いね、健康でいることを祈ってこ、はい、じゃあ、エゴーラ、はい、シュンタはこいつの弟ですから僕、シュンタじゃないんで、うん、そうですね、はい、じゃあ、はい、映るかな、はい、これおばば、おばば、おばけね、おばけでした、おばけ、お姉ちゃんこれで本当に、あの世から電話出たんですけど怖い、いや、まだ生きてるんで、あれですけど神回って書いてある、出ないのね、やっぱ結構出ないの、一番なんか違うな、鬼行動しました、ただいま、電話に出てきます、じゃあ、残そう、爪痕残そう、あ、なんか、なんか、留守電に、留守電にぶち込んできましょう、わかりました、もう一回留守電、もう一回ね、ツコルメ、ツコルメ、はい、今どうなの、いや、もうさ、確か逆に俺に言いたいこと言う、確かに、おじいちゃんただいま電話に出ることができません、しばらく待ってからおかけ直しください、ご利用ありがとうございました、一番つまんでさ、この後はね残せないやつで、拍手、よいしょ、いや、これつらいな、誰行こうか、誰行こうかな、誰行きますか、誰怖い、ね、誰だ、あ、じゃあ CM 行きましょう、その間に考える、一回じゃあ、はい、CM、 はい、どう、おじいちゃんはかわいそう、おじいちゃん多分なんならワンちゃん起きるからな、おじいちゃんなんか申し訳ないけど、いや、ワンちゃん起きたボケ始まるぐらい、いや、おじいちゃんもうぼちぼちボケてますから、なんかいないの、なんかみんなかけてグッとくるようなさ、太陽とかでもいいけど、身内だとはなんかね、仕様が決まってるから、なんでもやりたい放題じゃん、やりづらい人間攻めてこそやっぱりホストだと思う、いや、まあ間違いない、あ、あるいる、名古屋行った弟行きますか、じゃあ、おー、いいじゃん、いいじゃん、名古屋行きましょう、いいね、俺も喋りたいしね、いや、どうかな、出ないんじゃないの、ワンちゃんこのまま退入来てくれれば一番どうかな、一番ベスト、いや、こいつ今名古屋のクラブでなんか働いてるっぽくて、あ、この時間なんか仕事中みたいな、やりってでも困るんですよね、やっぱ出ないか、分かった、あ、残しとこう、残しとこう、言葉、爪痕残しとこう、お願いと、ご用件をお話しください、兄ちゃんだけどさ、この間さ、一緒に山形行ったじゃん、あの時の写真残ってる、もし携帯にデータ残ってたらさ、すぐさま消して、ごめんね、こんな時間によろしく、なぜ、なぜ山形行ってない、行ってもない、兄弟と出かけたんで、出てない、山形ってなんだよ、タクシー会社にかけよう、タクシー会社、それはちょっと違う、また違う、もうなんかね、まあこの時間なんか出る人もやっぱ限られてくるからね、じゃあちょっとシークレットで、全くじゃあ俺は身に覚えない子に電話かけるわ、これ行くわ、これ行くわ、
多分出ない。これ一緒に LINE していい？本当によくわかんない。まあちゃん。誰だお前。まあちゃん。全くわかんない。本当に大変に覚えない。わかんない人いるっすね。待って。あれ終わった。死亡。これまあもう一個いくわ。マイ。マイとかだったらね、ワンチャンこう、ゆかりがあるかもしれないね。俺もちょっとこの、ステファニーっていうのを謎何ステファニーちょっと謎がいるんで、ちょっと僕も。これ覚え、記録した覚えがない。懐かしい。懐かしいね。ただいま、電話が出ません。ピンという発信音が鳴ります。はい、お名前とご用件をお話しください。ちょっと、舞ちゃん、この間さ、山形行った時の写真あるじゃん。それ、早急に消して、やばいから。いや、かけ直して、後で。じゃあね。次行こう。僕マジステファニー山形の写真怖そうじゃない。やばいっすね。どんだけ山形行くんですか。めちゃめちゃやばいですよ。ステファニーだけマジでちょっと謎なんで。ステファニーそうだね。これマジ謎っす。戦おう。勝手入ってました、ね、これガチでじゃあ英語で来たらどうする。いやもうしたらもう。そしたら山形の写真、山形ピクチャー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 デリート、山形ピクチャーデリート、山形ピクチャーデリートで。いや、誰かもわかんないからもう怖いんだけど。山形ピクチャー、ジャパニーズ山形ピクチャーデリート。ステファニー。多分あっちも誰かわかんないみたいな。知らない。そんな関係だよ。あっさい、ほんとに。誰だこいつ、まず。これ無限系だ。無限系です。90秒ぐらいかかるやつ。あとでショートメールで山形ピクチャーデリート。ショートメール、ショートメール、ショートメール大事。ショートメール。なんかね、我こそはモサ。モサ本当に。我こそはモサ系いないの。一気なんかすごい、すごいやついないの。てかいるでしょ。絶対いると思うけどね、みんな。本当に縁もゆかりもない人間がさ。確かに。本気の地元の友達とか。あ、行こう行こう行こう。あ、いいじゃん。それも見学賞で行こう。見学賞。見学賞。で、方便で行こう。方便です。出してこいよ。方便。方便。出るかな、いつも方便。出るかなみたいな、その、いや、出るやつ行こう。うちに示し力みたいに言うなよ。出るかな。これは本気の地元の友達です。あ、いい。いいよ、させさせ、出してこい、まあ、出るか、まあ、向こうもね、シェア版だったら逆に出る可能性も高いしね。あ、確かに確かに。この時間のシェア版とか出たくなるじゃん。確かに。もしかしたらムラついててワンチャンなんかセフレかなみたいな。セフレかなあるからね。あれ、分かんないですけどね。長い。これ出ないっすね。シェア版だからでしょ、だって。しかしコール長い。長い系だこれ。これ長い系です。これやめましょう。もっと別件行こう。別件行きましょう。別件行こう。どうしよう。なかなかね、みんな悪戦苦闘してるけどね。この5人いるのにね、かけれる相手が少ない、出ないっていうのはね、もう。友達少ない。恥ずかしいね。恥ずかしい。誰かけちゃおうかな。誰？いや、いっぱいいるけどね、なんかあんま関わり合い持ちたくないっていうのがまあ、うん、現実的な問題だよね、うん、確かに。元カノね。確かに、それ辛いっすね。いや別に電話番号載っけても、うん、あれとかすぐ出るよ。その俺の周りだったら結構すぐ出るやついるんだけど。お姉さんは？俺の姉ちゃんとか普通だから。ああ、視聴者に期待できるようなことはできない。うん、砕いちゃダメです。じゃあ俺、前のバンドのボーカルとか。あ、いいっすよ。バンド組んでたからね、ボーカルに。はい、バンドの、じゃあボーカル行きます。で、お前、喧嘩別れしろ。いや、短い、この後仲良くしたいじゃん。もう、永遠の別れ。使われた。永遠の別れ。喧嘩別れどころか、はい、永遠の別れ。はい、はい、永遠の別れもうされてる。じゃあ逆にお前の携帯俺が勝手にかけていい？あ、なるほど。やばそうなのは途中で止めていいから。
たみたいな。あ、お前すごい怖い。声とかで判断してもらいましょう。すごい怖い。いや、まあ、いるよそりゃ。気になるな。少ないお前。なんでボーカル番号消えてる。ナイトチューブつかないさんって誰。つかないさんですよ。つかないさん。身内お世話になってるんで。サラさんのお客さんかけてみよう。誰かわかんないですね。そう誰かわかんないですね。昔のあれですね。出ないね。向こうも登録してるから。つながるやつそろそろ行きたいね。行けよこれ企画倒れになっちゃうからね。あと4分5分で終わっちゃうからね。S とか久々やってみる。でも視聴者があんまり伝わんない。まあ確かに。川夏行っていい？いやダメです。早い。あれ川夏ダメね。アミは？記憶にないやつですね。じゃあ行こう。行きましょう。アミあたりこれさ出ないってさ、もう俺アミって名前嫌いになるからね。はい。削除してくよ。これ、まあ、出なかったらお前のデータから消すかんね、アミを。これ出ないじゃん。てか3時でさ、そもそも出させようとしてるの。確かに無謀な計画であるよね。確かに。まあ斉藤さんとかって面白い。いやもうエッチなこと言ってきたらね、大変だから。ダメだ、もう無限系だ。無限系です、ね、じゃあ行けよ、小林。いやどうすかね。 KBYS 小林、どうしよう。行け。いやちょっと待ってください。母ちゃんってこの時間出るもんなんだね。出たね。起きてんだね。ちょ出ないと分かんないから。それ誰？おかん。あこれ。おかん。前の仕事の。あ何？おはよう。うん、おはよう。ねえねえ。はい。テラスハウス出たいよ。あそう。ハワイ行きたいよ。ハワイ行きたいね。ハワイ行きたいね。あそっか今ハワイか。そうだよ。アロハステイト。何酔ってんの？え、酔ってない。うん、酔ってないよ。よっぽど酔っとるやん、それ。いや、全然酔ってないんだけど。酔ってるね。おいや、あれ遅れて、聞こえてくるぞ。え、遅れて聞こえてる。あ、私の声が。聞こえて。スピーカーにしてる。遅れて、聞こえて。してない、してない。マジ。ビートたけしのモノマネします。ビートたけしでーす。誰？すみません。あ、うちの社長です。すみません。あ、こんにちは。こんばんはです。お前、あ、こんばんは。いや、俺、本当に姉ちゃんのこと好きだったんで、ごめんなさい。ね。そうね。そうだったね。あ、もう妹さんも。もう知ってるしね。うん、格好系でよかった。格好系でよかったね。そう。うん。俺、小林の同僚のなんだけどさ、社長です。はい、ビートたけしだーす。はい。聞きましただけだ。聞きました。切れた。あ、切った。あ、ちょっと言う。そうね。はい、ビートたけしです。まあ、まあ。専門からの友達。いいじゃない。ああ。フジテレビーズのところ。こういう番組のクソみたいな内容でもね。はい。いいんじゃない。テラハン出してくれっていうお願いを。なるほど。じゃあ最後ワンチャンいけるかな。あと2分、2、3分じゃないかな。1分2分。はいはい。いける人いこうか。とりあえずごめんだけ言っとこう。いや言わなくていいよ。縁切れ。縁切れ。縁切ってこ。縁も切れ。縁切ってこ。縁も切れ。ユリア行ってみようか。多分これね、俺の友達の元カノなんだよね。で全く知らない人だったらもう。止まっとるやんけ。ユリア止まってるわ。止まっとるやないかい。あだこれいいじゃん。これね、わかりやすい。これね、ユミ謎って書いてあるからね。ああ、確かにわかりやすい。謎ですね。謎だから。いわ。出なそうなんだよな、ただ。現在おつなぎできません。あれ？
おかけになった電話はお客様の謎は謎の謎は謎の謎の電話携帯止まってる子多いで、謎は謎のまま止まっちゃいましたね。昔飛んだバイトの子でもいいです。はい、おいいい、それいい、そういうの望んでた。いいじゃない、いいよ。昔飛んだバイトの子です。何のバイト？ピザーラです。ピザーラ、はい、俺もね、ピザーラありそう。もう6年、7年連続中で、最後、暴言で終わらせよ。暴言で、もしもし、はっ、いや、出たけど、切られたっしょ。切られたよ。もう一回かける。仲悪いな。じゃあ、締めようか。ね、我こそ最後に一回っていない？二人ともない。これ行きたいってやつ。これ死んでるよ、お前ら今日。これ、行きます。行こう。ない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 。最後かけろ。おお、高橋、うん、誰だ、高橋。高橋誰？行け、急げ。はい、行く、誰高橋。高橋、さき。これは、女？俺が行っていい？クラブで出会った。クラブで出会った女？絶対キンキンじゃん、お前。最近だろ、それ。おう。どうなの？出ないっていうかね、発信。ただいま電話に出ます。ああ、やられちゃった。出るやつだよ。という発信音が。やられちゃった。お名前とご用件をお話しください。どうも、クラブバロンマコです。25歳です。この間クラブでナンパしました。なんであの時やらせてくんなかったの？お前マジでいい女だったのに。もうお前みたいな女嫌いだから着拒しとくわ。もしもし。お、行きたい？お、誰？もしもし、荻野くん？荻野くん？いいよいいよ、荻野くん、一斉にじゃかけてみる。荻野くんなの？いや、俺だよ、やっぱり。もう、バイト止まないでね。わかった？ピザーラだよ。じゃあね。ピザーラの止まってます。ピザーラでした。ちょっと待って、ピザーラ。もし、もし、俺、俺詐欺かよ。荻野、荻野、お前聞こえもしもし、もう切れ切れた。ああめちゃめちゃ寝ぼけちゃう。荻野、ピザーラのバイトは飛んでもいいけど、俺の目の前から飛ぶなよ。ゼロになって。あ、やばい、終わった。訴える感覚に投げかける捨てもなく黙り込んだことにされ笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、ガラクタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情な頃溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。